M1 ガーランド半自動小銃セミ、オートマチックライフルの略で、半自動式のライフルのこと。半自動小銃とも呼ばれる。引き金を一回引くごとに弾薬が一発発射され、同時に弾倉から示談が送り出されて薬室に装填される。示談を発射するには、もう一度トリガーを引く必要がある。フルオートに比べて、時間あたりの火力に劣るが、銃のブレは少ないので、 命中精度を高めやすい。また、じっくり狙うことで銃弾の浪費を防ぐ効果もある。構造は大別すると、発砲時の反動を利用する、反動式、同様に発砲に伴って発生する発射ガスを利用したガス圧式の2種がある。両方式内には、ブローバックや、ショートリコイルなど、さらに細かい分類があるが、本校では省略する。実のところ、 セミオートの銃を作るのはフルオートよりも難しい。弾丸が薬室に再装填される際、トリガーが引かれている状態をリセットして、トリガーが引きっぱなしにされていたとしても、内部のメカニズムはたかもトリガーが引かれていないように振る舞わなければならないからで、この状態をリセットするための部品をディスコネクターという。セミオートの銃では、 トリガーとシアーの間にディスコネクターが挟まれ、これによりトリガーを一旦離して再度引かなければ撃鉄が落ちないようにしている。このディスコネクターが単純な仕組みであると、セミオートの銃をより火力の高いフルオートの銃に改造されてしまう恐れがある。セミオートの銃が許可されている場合であっても、フルオートの銃はより殺傷力が高いとして禁止されている場合が多い。 したがって、ディスコネクターを容易に違法改造できる銃は、フルオートの銃と同等に規制されてしまう。このため、銃器メーカーは、ディスコネクターを容易に改造できないよう工夫を施している。ありがとうございます。